皆さんこんにちは。株式会社明治カカオ開発部の宮崎です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。長年の研究から生まれたカカオ新素材を活用したカカフル、カカウェルという2つの新製品を本日発表いたします。まずはカカフルシリーズよりご紹介いたします。カカフルには3つの思いが込められています。1つ目はカカオがフルーツであるということを体感していただきたいという思い。2つ目はカカオはカカオフラバノールを含んだ素材であるということを知っていただきたいという思い。3つ目はチョコレートに限らず様々な商品でカカオの価値をフル全力で広げていきたいという思い。こうした思いを商品として形にしていく中で、この商品の魅力は何なのか。特にカカフルは3つの商品展開を行っていくため、共通してお届けできる価値は何なのかということを開発担当者やデザイン担当者間でたくさん議論を重ねてきました。目の覚めるような鮮やかな赤色や甘酸っぱい風味で、お客様の明日がキラキラと輝くように、そんな思いを込めてこのシリーズが完成しました。鮮やかなピンク色のパッケージの中央にカカオポットが配置されています。カカオポットの中は鮮やかなグラデーションで、フルーツとしての美味しさやフラバノールが巡っている様子をイメージしています。今回お届けするカカフルシリーズは、カカオ豆に含まれるカカオフラバノールを独自の技術で抽出した赤いカカオフラバノールエキスと、カカオの果肉であるパルプで作り上げた皆様のカカオの印象を覆す商品です。自然な甘みと酸味のある味わいで、カカオがフルーツであることを存分に感じていただけます。まず特徴的な赤い色についてご説明します。この赤色はカカオ豆に含まれるアントシアニンという成分によるものです。着色料を一切使用していないカカオから生まれる素材由来の鮮やかな色合いです。続いて驚きなのが甘酸っぱいフルーティーな味わいです。カカオの実を割るとカカオ豆がパルプと呼ばれる白い果肉に包まれています。この果肉を絞ったのがカカオ果汁です。日本ではまだ珍しいカカオ果汁はライチのような風味と言われています。カカフルでは可能な限り贅沢にこのカカオ果汁を使って甘酸っぱいフルーティーな美味しさにこだわりました。